はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。で、今回は、ね、今アンディミの方のグランプリやってるんですけども、そちらでもまあ勝てたデッキのご紹介でございます。はい、スパルタクスなんですが、以前の環境と違うって考えるとローランが入ってます。なんでこのローランが入ってるかって方なんですが、このローランね、あのゴキブリ対策です。はい、あのデュランデルが5以上のダメージを4に抑えるっていう能力があるので、こいつを使ってあのゴキブリをね、なんとか、ローラン自体も守護持ってるしってことでね、なんとかできないかなと考えて入れております。ただまあ、あの一応グランプリ、あの A グループの方進出したんですけども、まあローランが活躍した試合は1回もなかった。まあそこら辺は置いといてね。はい、スパさんのスパルタクスロイヤルでございます。守護持ちかなり重要です。やっていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。お相手さんはエルフ。まあいいんじゃないかい、やってみせようじゃないか。先行エルフに先行引かれなかったのはかなりいいところでしょうか。先行引かれてるともう1ターン目からね、あの出てくるんですよ、ゴキブリが。だからまあ一応はいい感じというか、ロイヤルにはね1コストで1ダメージ与えるってカードがないんで、ドラゴンだったらブレイジングブレスがあるんですけど、ないからな。そのためだけにエンジェル、なんだっけ、エンジェルシュートじゃないんだよ、エンジェルスナイプかな、あれ入れるのもったいないんでね。2コストの動きがねえな。2コストな、これを置くのも悪くないんですけどね、置きたくないというか、なんていうか。なるほど。であるならば、まあ何もしないよりはマシかな。歴戦の部分置いておきましょう。でですね、ここでどうしてくるかですよ、お相手さんが。歴戦の部分を戻してもな、そこまであれだろうし。顔面すぎ、これで手札が増えていくと、マジョナイトが1体出てくると、アルヤスカさんが引けた。こいつはまあまあまあ兵士いっぱい入ってるんで悪くないんじゃないかな。靴でまあ死の死を使ってドローしつつ、おお安振り、オッケー。盤面にフォロワーをねできる限り残しておけば、守護を置いてもね、あの戻されることがあるので、妖精のいたずらでね、それ対策でいっぱいフォロワーを並べておきたいところ。任せてください。アイテールですね。スパさんが引けた。じゃあそうですね、もう応援するにできねえな。靴でリザをちょっと取る。このリザは一番なんだっけ、コストの低いフォロワーを持ってくるファンファーレ能力が基本なんで、まあラストワード発動させても問題ないんじゃないかなという感じでございます。1枚燃える？あ、燃えませんか。はい、多分ね1コストこいつしか入ってないんで確定でゴキブリだと思うんですよね。ダンジョンフェアリーで2体目というか2回目、これでアイテールが取られるって感じですかね。このゴキブリさんね、ほんとあの能力を消してほしいね。進化時自分のターン終了時に生き残っていたら手札に戻るというの、それがなければかなりね、まあ、それがあるからこそこんだけ強いんだろうけど、なくなったらなくなったで使う人いなくなるから。今エルフが多すぎるんだよ、このゴキブリが。ゴキブリエルフが多すぎるんだよな。これで妖精のいたずらで返された時が嫌。ただまあ妖精のいたずらは、相手のフォロワー自体はランダムなので2分の1ですね、今のところ。エンシェントエルフ、これはあれだな、エンシェントエルフと相打ちってタイプですね。プラスお相手さんはエンシェントエルフに進化権を使ったので取ることができないというか出せないですね。ゴキブリ出せないんで、おそらく最初に置いてた新緑のカゴだっけ、あれだと思うんですけど、まあそうだよな。これで手札に戻すたんびに、あれ、なんですか、カードが1枚増えるので、進化系は置いておきましょう。
さてと、こっからですよ。そろそろお相手のゴキブリちゃんが走ってくるんですよ。気をつけなければ。これで攻撃力が4なので3回目。5以上なので、攻撃力6から走ってくるんですね。さて、これで4回目。戻す。妖精のいたずら、これだね。まあ、できることなら高いステータスのスパさんが残ってほしかったってところはありますが、てえなこれ2枚持ってたらかなりきついんですよね。あのゴキブリ2枚持っててもきついし、妖精のいたずら3枚入ってると思うんで、お相手さんの手札で2枚目3枚目まであったらもう終わりですね、はい、3枚目まであったらもう終わりなんですが、とりあえず進化しておいておく。妖精のいたずらさん持ってないでほしいですね。お願いだ、持ってないでほしいです。このゴキブリも2枚目持ってるかっていうところですよね。おっとして妖精のいたずら、ナイトありがとうナイトが盾になってくれた。3枚目持ってねえだろ。オッケー、持ってない。次から9点が走ってくるのが一番すごい。わけわかんないな。妖精の大あくび、攻撃できなくはなったものの守護は健在。ここは勝ちに行くか。ここで引ければ OK。 ラスト1枚の運命引けました。これで終わりです。重い携帯が急に重くなったこれで僕の勝ちです。いやはや守護をさ手札に戻すの本当勘弁してくれ。妖精のいたずら本当にいたずらしてくるんだよ。盤面にいっぱいフォロワーを並べておかないと守護がピンポイントで消えることってなかなかないのでね。携帯が重いけど勝ちです今のところ一回も活躍しねえんだよなローラン出す暇ないというか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。